安阪道路の看板、安阪道路の碑、安阪道路とは、北海道札幌市豊平区にある国道36号と国道453号を結ぶ道路の通称である。区間には、現在の白石藻岩通りの一部と重なる部分もある。1910年、豊平町の一部が札幌区に編入され、役場が豊平から月寒に移転されることとなった。当時リンゴ栽培で有名だった平岸と月寒とを結ぶ道路はなく、平岸の住民らは連絡道路の建設を要望。平岸村の分離独立運動まで起きた。豊平町は当地に駐留していた陸軍第7師団歩兵第25連隊に道路建設の協力を要請。地元民も参加して全長約 2.6km の道路建設工事が行われ、4ヶ月の工期で1911年に歩兵第25連隊商工集会所及び豊平町役場と平岸を結ぶ道路が完成した。町は道路工事に従事した兵士に官食としてあんパンを配布したことから、この道路はあんぱん道路という通称で後世親しまれることとなった。札幌文庫58、札幌の通り、札幌市教育委員会編、北海道新聞社、1991年、46ページ。ありがとうございます。